組み立て中のマリナー8号マリナー8号の打ち上げ。マリナー8号はアメリカ航空宇宙局の火星探査機。1971年5月9日に打ち上げられたものの墜落し、計画は失敗した。マリナー計画の一部として火星探査を目的にマリナー H 及びマリナー I のペアの探査機が計画された。このうちマリナー H がマリナー8号。 マリナー・アイがマリナー9号である。8号はアトラスセントールロケットにより、1971年5月9日にケープカナベラルのアメリカ東部宇宙ミサイルセンターより打ち上げられた。打ち上げ265秒後よりエンジンが不調となり、機体は大気圏に再突入、プエルトリコの北 560km の大西洋に墜落した。 マリナー計画によるマリナーマーズ71プロジェクトと呼ばれる。マリナー H 及びマリナー I の2機の探査機がペアとなり、火星周回軌道より探査を行う計画である。火星大気の気圧や温度、構成のほか、火星の地形を探査する予定であった。この探査任務はマリナー9号により代替された。探査機はマグネシウムフレームで構成され、本体は おおむね八角形であり、体格長は1 3 8 4トルである。探査機の乾燥重量は5 5 8ラム。太陽電池パネルは長さ2 1 5トル、幅9 0トルで4枚取り付けられていた。そのため、探査機の大きさは太陽電池パネル展開時、差し渡し6 8 9ルとなった。太陽電池の出力は、 火星軌道上で500ワットである。主エンジンは、ヒドラジント4酸化窒素によるロケットエンジンであり、他に6機の姿勢制御エンジンを装備していた。姿勢制御機器として、太陽方向検出機、高性化ノープス方向検出機、ジャイロスコープも搭載していた。ありがとうございます。